山頂付近より、第五方面を望む東北側より、遠望岩山は、京都府京都市伏見区と山品区南西部にまたがる山。京都、東山連峰の南端に位置する山で、京都市伏見区の深草と山品盆地を区切っている。本体は、中世代の海底に堆積した、丹波草群と呼ばれる、砂岩、血岩、チャートなどからできている。山裾は丘陵をなし、 100万年から30万年前の大阪総群という砂、礫、粘土などの固結していない地層からできていて、ここは基本的に竹林で覆われている。山頂近くにある大岩神社は、戦前は北隣の東海山と合わせて強い信仰の対象となっていたが、戦後次第に衰退し、現在は神社も矛盾となっている。山頂には通信施設の電波塔がある。 山頂一帯は以前はゴルフ場だったが、現在ゴルフ場は廃止され、跡地には全面にソーラーパネルが敷き詰められている。三角点は設置されていない。大岩山の周辺地域は産業廃棄物処理業者の違法な処理による大気汚染と大量の廃棄物の山が深刻な問題となっていた。2008年から行政や地域住民らが協力して、 法的な措置が取られ、その除去が進められているが、まだまだ完了していない。また、2009年には、山頂付近の雑木の整備が行われるとともに、2010年3月には、大岩山展望台が設置され、完成式典には、市長や市議会議長も参加した。さらに京都、東山ドレールにも加えられ、自然と歴史探訪のコースとなった。展望所からは、 遠く大阪の安倍のハルカス島の高層ビル群を望むことができる。2017年6月から11月にかけて大量の建設残土が持ち込まれて登記されていたことが明らかになった。2018年の西日本豪雨の際に崩れたことで明らかになったものだが、大岩山とその付近は残土登記の規制対象外となっており、不法投棄の業者に狙い撃ちにされているとの指摘がある。 テレビは、第五、深草地区向けに UHF 派が中継されている。このほか、コミュニティ FM 局、FM845 の送信設備がある。従来より、アナログテレビ放送の中継施設が設置されていたが、デジタルテレビ放送についても、同様の対応がなされ、2010年5月27日に、試験放送が、同年8月1日より本放送が開始された。 デジタルテレビ放送アナログテレビ放送 FM ラジオ放送ありがとうございます。